うまく打ってショート横跳び、今宮よく掴んだ。回りながら一塁送球、ヘッドスライディング、福田セーフをもぎ取りました。今宮も目いっぱいのプレー、福田も目いっぱいの走塁。記録内野安打でノーアウトランナー一塁。戻ってきていきなりの福田ハッスルプレーです。いや、ここは福田選手がね、何か戻ってきていきなりの気迫。低めをうまく打ったがセカンドよく取りました。ライナー今度は足立、ジャンプ1番、ボールを掴んで2アウト。速い打球でしたが、しっかりとタイミングを合わせてボールを掴んだ足立。やはり、ね、チームとしてはベンチも期待しますよね。右方向、ライトが下がる、下がっていって尾形よく取りました。足立は一塁キャンバスに戻っていきます。今日スタメン起用の尾形陸がよく追いつきました。ワンボールから2球目、まっすぐセンターが引き返す。さあセカンドランナー森は3塁を回ってホームに帰ってくる。バックホームクロスプレーになるが、ここはちょっと余裕を持ってアウトになりました。勢いよく回していきましたが、センター佐藤からホームへストライク送球でした。初球まっすぐ